入るっていうケースもあるかもしれないですけれども、ここで不安に駆られた敦子さんが、急に夫がモテモテ男のように思えてしまうという、いい方に転がったんです。そうなんですよ。でそれに対し夫は絶対に浮気などしていないと言ってくれた、思い詰め涙ぐんでいる敦子さんの背中を夫が撫でてくれた。そんなことをしてくれたのは何年ぶりだろう。なんだろうな、そんなうまくいく。どうした、なんか笑いすぎだろ。何があったんだ、マルさんのさ、なんだ、情緒がさ本に振り回されすぎてるんだよな。笑いすぎてるかさ。タイマー終了。あ、そうか、ここから嘘だ、ここから嘘。30年寄り添った後、こんななんかラブラブな感じのって思ってたんですけど、実はうちの、父親と母親が似たようなことがあって、ちょっと待って、もう聞かせて、そのへへへ言ってなくてさ、あのですね、はい、ちょっと精神的に多分おかしいかなっていう人が父の会社にいたんですね、はい、そんで、母の、まあ、単身赴任で私と父が住んでいて、母は母で、実家に住んでいたっていう時期に、その母の実家の方に手紙だか電話だか分かんないんですけれども、うちの父親の愛人だっていう連絡が来たんですね。それで父親も行けなかったんですけれども、そういうのが流行ってるというか、社内でそういうのがもう父だけではなくて、なんかちょっとその首になったんだかいるんだか、なんかちょっと精神的に不安定な女性がそういうことをやってるっていう、うん、で、そんで電話のやり取りとかしてて、そんなこと俺がするわけないだろう、神にだって誓っていいよとか、なんかパパのそんな、なんかちょっと、なんていうの、父と母がだからこう、あんたそんな女なんているの、いるわけないだろう、お前だけだよ、神に誓ったっていいよとか、お前だけだよ、父と母が電話でやってるんですよ、お前だけだよとか、結構ね、恋愛の言葉だもんね。なんかもう30年連れ添った、なんか私からしてみたらジジイババアがこんななんだみたいな。その後何、仲良くなったっていうことですか。いや、まあ仲良くなったっていうか、多分それちょっと楽しそうっていうか、ちょっともうそれがイチャイチャプレイじゃないですか。それを思い出して笑ってる。ちょっと待って、わかりました。じゃあ部数の方面に行きますか。はい、ちょっときつかったんですよね、当時のまだ若い。まあ確かにな、確かに何がお前だけだよな。そう、自分は何も嫌だから、よく嫌です。嫌だね、そう、でなんかお前だけだよ、今更なんだよ。いや、そう、ちょっと、そういう、だって父パパ。じゃあその方のと違うじゃん、その方が本当によりが戻ってテンション高まったってことでしょ。でも、でも、まあ、うちの別に父親と母親も仲いいですよ、うん、それ以降、じゃあそれ以前も、まあそれ以前、それでもそれ以降ちょっとウフっていう雰囲気になってたような気がしますね。まあでもまたすぐ元に戻っちゃいましたけど、うん、その後ちょっとだけなんか気持ち悪かった気がしますね。あ男女になってた。OK、 いや、ちょっと笑いすぎなんだよな。何を思い浮かべちゃってるのか分かんないけども、はい、じゃあ、うん、次ですね、はい、次はですね、面白いと思った、はい、正しいブスの褒め方プレミアムという、うん、これ多分なんかベスト版っていうので他にもあったと思うんですけれども、それの総集編みたいなものだと思います。なんでこれ選んだかっていうと、まあ、褒めなきゃいけない、はい、大人だからいろんな人を褒めなきゃいけないってことで、褒めたくなくてもね、そうです、そうです、この本を選んだと。そうです、そうです、そうです。まあ、口先舌先でもなんかちょっとなんか言わなきゃいけないってあるじゃないですか、大人だから、うへやって思っても、うん、なんか絵が浮かぶな、目がペケになってる、なんかうへやみたいな、でもなんか言わなきゃいけないっていう時のなんかこうちょっとボキャブラリーが増えるといいかなと思って、ね、いろいろミッション1から、ちょっと待って、これ著者とかは、ですね、時をナレッジ、ナレッジ、はい、はい、グループかな、ですね、クリエイティブユニットですね。誰でも知っていることはよく知らないけれども、誰も知らないようなことには妙に詳しいクリエイティブユニット、
弁護士、放送作家、大手メーカー工場長、デザイナー、茶人、お茶の人ですね、うん、ライター、シンクタンク SE、イラストレーター、カメラマン、新聞記者、ノンキャリア官僚、フリーターらで構成される。それいるかな、うまいよ。はい、著書に正しいブスの褒め方、正しい対抗の持ち方、面倒な人の取説、まあ、全部宝島社ですね。あ、宝島やりそうだな、はい、これも宝島社です、はい、何年の本ですか。ですね、2016年5月28日最近だ。でも、うん、5冊増刷、第5冊です。ごずりだ、ごずりです、売れまくってます ね、うん、ね、へ、はい、はい、面白いですよ。例えばヤンキー要素が全くない人に、中学の時ちょっと悪だったんじゃないですかとか、それを褒めてるんだ、うん、あと今面白いですよとか言って不服そうな顔になってるのどういうこと。いや、でもやっぱりちょっと微妙になんか刺さらない刺さらない言葉多いですじゃあ刺さらないよね。だってヤンキー要素がない人に昔悪かったじゃないですかって言われて嬉しい人もいるかもしれないけど、赤で嬉しいですか、どこがっていうか正直なぁみたいな、ね、何見ちゃったみたいなのありません。でもこれはどうです、社内の人間を三国志で例えるなら〇〇さんは関羽ですよねっていう。関羽、関羽って知ってますか。関羽好きなら嬉しいかも。関羽っていう、まあ、僕三国志詳しいんですけど、じゃあ、あ、どうぞ。魏、呉、蜀っていう3つの中の、蜀の国に、いる、関羽、劉備玄徳っていう人が将軍で、その下の将軍じゃないですか、その下の頭、なんかこう三賢人的なんかすごい、オッケー言おう三国志っていうのは3つの国が、関がもう関羽っていう国があったんですよ、1個の国がね、もう滅びかけてるんですよ、もうなんかみんな汚職とかいろんなことして、でそこで3つの国がこう立ち上がるというか、うん、もう本当いっぱいあるんですよ、いっぱい、もうなんか20個ぐらいの国があって、その中に、魏っていう国と呉っていう国と蜀っていう国があって、最終的にその3つが生き残っていくんですよ、うん、戦い戦国時代みたいな。でその蜀っていうのが、まあ、まず魏っていう国があって、それはなんかなんだろうな、超すごい天才的な、なんか曹操っていう、なんか頭めちゃくちゃいい戦争の天才みたいなやつがいるんですけど、そいつはもうなんだろうな、無能のやつ切ってるとか有能のやつだけ取り上げるみたいな方針で、魏がね、で呉、いや呉とか蜀っていうのがあって、それはなんだろう、劉備玄徳っていうのはちょっとなんだろう、真面目なんだけど徳がある、徳すごくいい人なんですよ。でその人を支える人に関羽っていうのがいるんですよ。関羽と張飛っていうのがいて、この関羽っていうのはめちゃくちゃ強い、でもめちゃくちゃ劉備を信頼してるという関羽っていう人がいて、その関羽を好きな人までいっぱいいるわけですよ。横浜の中華街の関帝廟って、うん、ああ、お寺が関羽です、うん、商売の神様が、そう、関羽を、まあ、神みたいになっちゃってるんですよ、あまりにも人格者で、どうぞ。魏の関、呉、蜀、蜀、うん、曹操でさえも関羽に惚れちゃうぐらいかっこいい人なんですよ。そうそうそう、男気があって、そうそうそう、腕も立つし、そうなんです。でも僕はもし関羽ですねって言われたらちょっと嫌になる。孔明だろ、孔明は孔明だよ、そういうことなんでしょ。だからその何、ね、それを、誰でも関羽って言っちゃうってことでしょ。まあそうですね、関羽ですねって言われたら、まあ、ね、取引は終わりだからでも多分博士に向かってそれ言う時点でセンスはないと思うんですが、困った時にこれ言っとけっていうフレーズとしては使えるかなっていう。カウに言ってますよ。まずその三国志知らなかったら終わりだし、カウ誰って。そっか、じゃあ、とりあえずこのミッション1からミッション10まであるので、ちょっとこれ知りたいですっていうのはありますか。これまた言いにくいな、これ本に載ってる題名なので読み上げてるだけだと思っていただければ。じゃあダサい人っていうのはどうですか。ダサい人、これだってその何、はい、いわゆるその婚活サイトの最初にあった時にダサッと思っちゃった。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。見た目でわかるダサい人の生態っていうのがあるんで、ちょっと読んでいきますと、はい、
ベルトを締める位置が異常に高い、うん、釣りをと疑うくらい上着のポケットの数が多いサファリジャケットでもさ、それさそれも時代がちょっと一個前なんじゃない？ 5、60代じゃない？それなんですかね、そんな感じで30代とか20代とかいるかな、まあ、いや、いいよ、誰も知らないキャラクターのシャツを着ている、うん、今着てる人いたら怖いよね、ここで、まあ、いや、いいT シャツの首がだるだる、うんうん、はい、でですね、あれあれなんだろうな、そうなんですね、うん、ダサい人の褒め方、はい、原石だよね、うん、オッケー、原石だよね、道路ジックの褒め方、いやいや、そう、いいよ、後ろにもったいないな、だからもっと良くすればいいのにをつけるイメージで言うといいでしょう、ね、うん、うん、お任せ何でもいいは NG、よく何でもいい任せるとか言ってたくせに出来上がりを見て怒る人がいますが、ダサい人にそんな頼み方をする方が完全に悪いと心得ましょう、うん、あなたに不信感を抱くだけでなくプレッシャーまで与えてしまうので何の得もありません、うん、食べ物を頼む時とかそういうこと？そうでしょうね、あとだからなんか買ってきてって言った時にびっくりするぐらいダサいもん買ってくるとか、あ、はいはいはい、そういうことだと思いますなんか思い当たるし、違うんですよ、そう、あ、そう、だってダサいって見た目のことですよね、うん、洋服のセンスでしょうね、これでもそういう人でもだってすごい食べ物とかに詳しい人とか結構いる、あ、そっか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 、ハイバリユーザーとか結構ダサいもんね、ダサいですね、ちょっとじゃあダサい人を知るっていうところ読んでみましょうか、はあ、ダサいと聞いてイメージするのは服装だったり立ち振る舞いだったり人によって違うと思いますが、うんうん、ここで言うダサいは見た目のことです、はい、そもそもが男性よりも美意識の高い女性には似合ってる似合ってないは往々にしてあるもので、え、マジ？となるほどの人はなかなかいません、うん、では男性にはなぜダサい人がいるのでしょうか、その原因はそれこそ買い方、かっこ店に入って2分で決める、試着しない、買い方ね、あ、トータルを考えず単品でしか見ない、一人で行くから客観的な意見が聞けない、いや着こなし、かっこベルトの位置が高い、シャツをパンパンにイン、ごちゃごちゃしている、柄に柄を合わせるなどを上げればキリがありません、うん、とはいえどんな服装でも他人に迷惑をかけるわけではないので、本人が良いと思っているならよしとしておいてあげましょう、うん、問題はそれがその他のセンスにもかなり影響していることです、うん、仕事といえば企画書のデザイン、食事に行くならお店のチョイスさっきのみどりんさんとなんかあれですね、買い出しを頼んだ時のお菓子とジュースのセンスなど、服装のみがダサいなんてことはまずありませんって書き切ってますよ。センスに関しては一時が万事、なんとか改善してもらわないといけません。ベースは褒めて伸ばすです。まず彼らに仕込むべき正解例でしょう、あ、仕込むべきは正解例でしょう。この正解例はこれがいいだけではダメ、なぜ良いのか、その理由をちゃんと説明してあげることが大切です、うん、そうすれば次回からは指針ができるので、そんなに大外れすることはないでしょう、うん、ここが褒めるタイミングです。傍から見ればあなたの言った通りのものを買ってきただけではありますが、ここで褒めることによって人のアドバイスに従うことで喜ばれる気持ちよさを知ってもらうのです、うん、ですからあなたが言ったままの結果でも、おお、これこれやったらできんじゃんと褒めましょう。やったらできんじゃんって上から相手からしたら、え、言われた通りにやっただけだけどなんですが、いやいや言ってもできない人ばっかりだよと締めれば、次も頑張ろうと思わせられるはずです。うん、そういうふうに言う女性知ってるな、うん、基本的に誰も彼もバカにしてる人がいた、うん、やればできんじゃん、お前はどうなんだっていう感じもしますね。これ全ての人民を下に見てるなみたいな。ちなみにちょっと話それちゃっていいですか、うん、いいですよ。私は、25、6ぐらいのところにいた会社で、25、6歳で、そうですね、うん、この世の春みたいな、なんか感じだったんですよ。なんかあの会社の上司とかすごいいい感じで、なんかこう言うこと聞いてくれる感じだったんですよね、うん、で今思うとなんですけれども、うん、なんか三島由紀夫のエッセイをすごい昔に読んでた、三島由紀夫のエッセイで、うん、あのよく俺はあの
お弁茶らとかごますりとか、うん、大嫌いだとかいうようなやつは、うんうん、表面的分かりやすい褒め言葉じゃなくって、うん、もっともっと極上の褒め言葉を求めてるだけだみたいなことが書いてあったんですよ。それも書いてんだ。ちょっとまあ意訳ですけれどもね、はいはいはい、でもなんかだから俺はそういうなんか歯に衣着せぬ男の方が好きだとかいうやつに限って、うん、極上の褒め言葉を求めてるみたいな、うん、でなんかまあそこの例がちょっと昔だったので、うん、だからなんかあなたみたいな貴族然としてる人はどうちゃらこうちゃらみたいな感じで、うん、その人のもう絶対例えば言っちゃダメなことは言わないんですよ。だからとか何とか言ったってお前ハゲちゃんとかはもう絶対なんかこう言わなくて、うんうん、なんて言うんだろうとか何とか言いながらもあなたは結局その貴族としてのなんか風格がなんか出ちゃうからダメなんですよみたいな言い方をして、こいつは歯に衣着せぬ俺が貴族なのに何もなんかそういうことを気負わずに言うみたいな感じですごい可愛がられるみたいな、うん、こいつは正直だみたいな、うん、でも絶対多分本当に言っちゃいけないことは言ってないんだと思うんです、うん、っていうのをなんか昔本に読んで、うん、そうなんですよね、うん、エッセイで、で、うん、ちょっと私もそういうよしと思ってたところも多分あると思うんですけれども、うん、結構上司に絶対敬語使ってなかったんですよ、タメ口だ、うんうん、でなんか特に仕事できる人とかだと、うん、本当に仕事がさなんていうのもう仕事以外の他にいいとこないの、むしろ逆に教えなさいとか、うん、なんかそういう仕事できないやつのこと本当はイライラしてるでしょ、言っちゃえばいいじゃんとか、うん、なんかそういうこととか言ったりとか、うん、その上司に、そう、マルさんの上司に、そう、なんでさ自分と同じレベルで考えてんの、無理に決まってんでしょうよみたいな感じで言ったりとか、うん、なんかでもすっごい可愛がってもらって、26歳だからじゃない、それも今もっとあったのかなと思うんですよ思いましたね、今ね、思いました、ね、今日一番の女好きしてる、女の子がその風に言われたら、そう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 、嘘つかないんじゃないかと思うし、うん、なんかけなしてるように言って褒めてるじゃないか、それそうそうそう、うん、それが、ねね、心地よかったんだろうな、そうで、なんかその上司からしてみると、うん、本当にお前みたいなやつは、うん、なんか世当たりベタだから俺みたいなのが守ってやんなきゃみたいな感じだったりとか、そうした心あったんですか、まあ、男女関係じゃん、守ってやるとか、うん、本当それはない、それはタメ口の職場で僕に対してタメ口を言う女性が一人いるんですよ、わ、若い人ですか、35歳かな、腹立ちますよ25歳でも腹立ち、腹言わないよ、え、なんで言わないんですか、めんどくさいし、そうしたいんだからいいじゃんっていうか、でも治らない、言ったところでね、うん、そう治らないし、うん、何に変わるかっていうか、うん、だからただこいつ将来苦労しろよって思いながら、でもすっごい苦労しました、その後いっぱいいっぱい苦労、そう、それで、そうそう、それで、うん、なので、うん、なんかそういうこう人の扱い方みたいなの、皆さんなんかこれいいですよみたいなのあるといいかなと思って、うん、日記に募集したんですよね、うんうんうん、ああそうなの、どこに書いてあるんです、書いて、正しいですの褒め方プレミアム、そしたら、うん、ですね、一人、例えば、うん、なんだっけな、その例えばこういう趣味があるとかっていうふうにその人が言った時に、うん、それいつからですか、え、その時代ってでもまだ縁がどうたらこうたらだった時代じゃないですか、え、もうその時から目つけてたんですかとか、なんかそういう言い方、それどこどこどこ、日記ですか、それ私の、そうですね、私の日記 の、はい、お名前言って大丈夫なのかな、いや、わかんないわかんない、それそうですよね、まあ、とある人がそういうふうに、うん、いつから、え、もう一回、いつからそれ知ってるんですかとかだったような気がするんですよね、その時代とか言われるとちょっとこう年齢を微妙に思ってる人はちょっと嫌だなと思う難しいですね、なんかでもそういうのないですか、皆さん、ありますよ、僕毎回言ってるけど、うん、はい、カラオケで誰かが歌った時に、はい、これ CD どこで売ってるんですかっていうか、それ誰、これどこで手に入りますって聞くんですよ、あ、いい歌だってことを
そういい歌だねじゃなくて、うん、え、これどうすれば手に入るのっていいですね。そうそうそう、あ、いいですね。本当にそう思ってるんですか。全く思ってない。え？そういう褒め方があるよっていう。元の曲やってその人が歌ってるのを欲しいっていうことですよね。いや、その歌を聴いて感銘してるんですよ。そうそう、初めて知ってっていうのを演じるんですよ。でも、うん、Amazon で売ってるよって答えちゃうんですよ。Amazon で、あ、そうなんだ、へえ、顔ポチりました。え、で、その後日は何もしないんですか。後日、いや、もう言ったことすら忘れてるからね。いや、でも、いや、なんだろうな、僕が昔あのトラブリューの、なんていうっけ、あのあるじゃん、1年前に死んじゃった的なやつを歌った時に泣いてる人がいて、その女性がね、こんな褒め言葉あるみたいな、わかります。ああ、最高の賛美ですよね。泣いちゃってるよ。え、それ違うと思う。はい、どうして違う。え、泣いてるんですか。違うこと考えて泣いたんですよ。なんかその先に何か思い出して、何か思い出したとしてもさ、あ、そうか、でも感動したとかね。やばい。自分の歌で人泣かせるなんて多分なんですよ。それ褒め言葉だよね。ちょっと待って、それどこにあるの。マルさんです。今探してるけど、かなり前。読んじゃって大丈夫ですかね。あの、興味を持って聞いてると、その人がそれをいつ頃からやり始めたとかの話になった時に、その時代背景を絡めて褒める、うんうんうん、あの頃はまだインターネットも普及してないのによくそこまで深く掘り下げられましたねとか、うん、あの頃はドル高で値段も高かったのに熱心にやられてたんですねとか、うん、その時代背景も含めて、うんうん、あと、ですね、仲良くなりたい人には陰で褒めます。共通の知り合いに。それはあるね、うん、それ言ったの私だ。あ、そうですね、うん、はい、とかですね、うん、その頃、あの頃はどれだけで、ね、値段高かったのに熱心にやれたんですねとか、もう一個上で言ってるよね、これ。私はそれより上ですけどみたいな入ってない。そうですか。よくその頃にそこまで掘り下げられましたねっていう評論家みたいな。で、あの、ご本人もちょっとインタビューっぽいですかね。インタビューじゃない、インタビューではない、なんか評論家ですよ、評論家。そうです。なんだっけ、この味がお前にも分かるかみたいな。それを知ってる私もすごいでしょ。そうそう、もう一個上だよね。ああ、そういうこと。難しいですね、褒めるの、うん、博士はそれ、あの、褒めるのってやっぱり人間関係を良くしようと思って褒めたんですか。こいつくすぐりたいなっていう気持ちだけですよね。だから意地悪ですよね。こいつこれで転がっちゃうんだ。最低だけど、人間をおちょくって遊ぶって。ちょっと前から最低な人に。そうそうそう。ちょっと最低人間。ちょっと前からカラオケの辺り。褒めて喜んでる。あ、これで喜ぶんだみたいな。まあでもこれを見てる人は婚活してるだろうから。そうですよ。少しはあの婚活に役立つために褒めたいですよね。あ、じゃあこの人見知りとかは。人見知りを褒める。いいねそれ。なんかいそうじゃないですか。いいですよ、いいですよ。はい。ちょっと人見知りじゃあ行ってみますね。挙動不審みたいな、最初に会った瞬間人見知り、人見知りの生態、人見知り同士だと人見知りが相殺される、うんうん、人見知りと人見知りだと結構大丈夫、大丈夫、うん、で、あとはあの時ああ返せばよかったと後悔の繰り返し、うん、初対面の人と会う時は前日から直前までシミュレーション、ちょっともうフローチャートみたいになってる感じの、うん、そうそうそう、うん、初対面で顔をあまり見られないので顔を覚えられない、うん、正しい人見知りの褒め方は、うん、人見知りの人って優しい人が多いよねだそうです。うん、ちょっと褒められても嬉しくないな、何も。人見知りの人って実は面白い人が多いんだよね、すごくクールに見える、仲良くなってからのギャップに燃えそう。でもそれってさ、人見知りの人はって言われちゃった時点で俺人見知りって判断されちゃったんだ。なんかね、そうですよね。コミュニケーションベタとあってお世辞や社交辞令が全く言えない彼ら、本当はタイミングや使い方がわからないだけですが、これは裏を返せば本音しか言えないタイプとも言えます。これをそのまま伝えるだけでもかなりの褒め言葉です。もし嘘やお世辞を言ってきても顔を見ればすぐに分かってしまう彼らですから、この時は見逃してあげてもいいですが、嘘が下手だねと突っ込むことをお勧めします、うん、人見知りの人って仲良くなった時のギャップがいいよねなども有効、うん、
ちょっとなんか私もうちょっと今日これ盛り上がるのかなと思ったんですけど、なんか予想以上の大失敗。いやまだあれですけど、最後できればいいんですよ。今んとこピンとこないので。マルさんがほら盛り上がるんじゃないかって。そうそう、読んでよかったんでしょう。そう、ですね、自称ブス。あ、それ自称ブス。自分がそう思ってんじゃなくて、自撮りに妥協なし。あ、やだ、もう超ブサイクのこの映り方やだって言いながらも、そもそも自撮りアップしてる時点でブスと思ってないのかな。 だから自称なんです。自称なんです。自称なんです。一番鼻につくやつは、シチュエーション別に友達を分けている。合コンは A 子にいてほしい。授業は B 子と同じのにしよう。ホームパーティーに C 子の料理は外せない、うん、男の理想が高い、うん、SNS の投稿がポエム調、うん、これが自称ブスの生態、うん。正しい自称ブスの褒め方は、うん、出たよいつもの美人あるある。ダメですか、ね、そう、うん、まあちょっともうここは大人になって言ってあげましょうっていう、そういうことだと思うんですね、うん、そういうのは次のネタ探してるじゃん。そう、あのね、これそう、じゃあこれは巨乳の正しい褒め方、うん、男性の視線には敏感、うん、ああ胸見てるのね、はい、そう、うん、バッグのたすきがけの視覚的効果を分かっていない。あ、こういう巨乳の人がね、そうそうそう、うん、かなりあれはポイント高いみたいです、うん、男は結局おっぱいだと思っている、うん、安心感がある。これが巨乳の生態なんですけれども、うん、これ私悪くないかなと思ったんですが、うん、君のおかげで巨乳のイメージが180度変わった。そもそも巨乳って言っちゃう時点でちょっとスケベですかね。なんだろう、差別的なに感じちゃう。ああ、そっかそっか。言われてる、そういうのないのかな。会社に、うん、見た目はこうメガネかけてて、うん、なんか仕事もサバサバやって、うん、そんなに、うん、なんか女のブリブリした子じゃないんですけど、はい、すっごいおっぱいの大きい女の子が入って、うん、普通に営業の男の人とかにボーイングボーイングって呼ばれてる。ボーイングとかけるボーイングで自分昭和だな。昭和ですか。ボーイングっていうことはもう絶滅したはずですよ。ボーイングって、でもそれなんか、はい、何歳ですか、そう言ってる人。ボーイングって言ってる人40代なんかのぐらい、その女の子にまさに、でもなんかあんまりいやらしい感じがなくて、あ、いいなと思って。直接言っちゃうんですか、その子に。そうそうそう、あ、おい、ボーイングで、その女の子も全然気にしなかった。この今、何で財務省が大騒ぎされてる今このボーイングその人にちょっと財務省の話聞いてみますよ。なんでボーイングって呼ばれてるのか知らない、うん、あの子が、何ですかボーイングって言ったら、その女の子自分から、うん、おっぱい大きいからって自分で説明した。なんだろう、そうそうそう、本人を呼んで、本当に聞かないと分かんない、それ。うん、なるほどね。巨乳のイメージ変わったよって言った瞬間、すごくなんかセクハラ的な印象もあるんだけどな。確かにそうかもしれないですね。なんか巨乳のイメージってちょっとバカそうなイメージがあって、そう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 、なんかあれですよね、なんかそう。でもそれ、巨乳のイメージ、すみません、今別に笑ってないで席があるので大丈夫です。巨乳のイメージ変わったよっていうのってすごい上からだし、女性蔑視してるっぽくないですよね。上から、ね、うん、巨乳のイメージ変わったよって、お前がなんかプロデュースしてんのかよって思いますよね。なるほど、わかんない、考えすぎなのかな。年下の男の子が年上の女性に言っててもやっぱり上から目線ですかね。いや、何なんだお前って。あ、なるほど。何なんだお前。企画なんか会議室で盛り上がったことそのまま書いてるみたいな。なんかその時は盛り上がったんでしょうね。そうそうそう。夜中の。私巨乳の人を褒められる。うん、あ、褒めましょう。うん、母性が、おっぱい大きい人って母性が強いらしいですよ。それムカつくと思う。違う。うん、あ、そう。多分。言ったことあるんですか。ない。むしろ知性を褒める方がいいような気がしませんか。巨乳に触れないのがいいんだ。そうですね。そうですね。そう思います。難しいな。なんか巨乳の人でもほら、巨乳を
もうすごいバーって出してる人と隠してる人といいじゃないですか、うん、隠してる人には、うん、確かにあいいね、そういう分類するのいいよ、そうそう。